島根県で新たに感染が確認されたのは93人で、保健所別では松江44人、浜田21人、出雲17人、雲南と増田が4人、県央3人となっています。感染発表の推移です。昨日から19人減り、4日ぶりの2桁となりましたが、依然警戒が必要です。確保病床使用率は21.7%。 入院者数は80人で自宅療養者は642人重症者が1人です島根県は2件のクラスターが発生したと発表しました一つは雲南市にある小学校で昨日までに関係者6人の感染が確認されていますこの小学校はすでに全校休校しており再開は検査の結果を待って判断するとしています もう一つは浜田保健所管内にある事業所で、昨日までに六人の感染が確認されています。一方、鳥取県の新たな感染確認は七十九人で。保健所別の内訳は鳥取市四十三人、米子二十九人、倉吉七人です。感染発表の推移です。昨日に比べて五人増えていますが、二日連続の二桁となっています。 学保病床使用率は15.7%、入院者数は55人で、自宅療養者は507人、重症者はいません。学校関係の感染確認です。鳥取市の美保小学校、南中学校、川原中学校、倉吉市の河北中学校で、昨日それぞれ関係者1人の感染が確認され、臨時休業や学年閉鎖などとなりました。 ウィズコロナの対策をそれぞれのご家庭あるいは学校や職場お店取っていただきたいこうした中18都道府県のまん延防止措置が21日ですべて解除されますこれを受け鳥取県はきょう対策本部を開き今回の解除はまだ感染が収まりきっていない段階でこれまでとは違うとの認識に立ち 県外との往来については特措法に基づく自粛は解除するものの引き続き不要不急の往来は慎重に判断するよう呼びかけましたまた連休や花見の時期を迎えるにあたり会食では距離を取ることや大声を出さないなど感染対策を徹底するよう呼びかけています一方島根県もきょう対策本部を開きました 県は今月の感染状況を一日100人前後で高止まりし直近は19歳から29歳の感染が急拡大していると分析丸山知事は第6波の収束は早計と判断しましたその上で春休み期間中の県外からの帰省は控えること飲食店の利用については帰省した人を含め県外の人との飲食は控えるよう県民に呼びかけました